にちは、ワールドリエタスです。まずは YouTube ただいまということで、お久しぶりでございます。ワールドリエタスです。変わらず元気なんですけれども、10月にですね、元気な男の子出産いたしまして、動画を再開していこうかなと思います。イエーイ。まあ前のようにね、1日おきでこう動画を上げていくっていうのは難しいんですけど、上げられる時に上げられる動画を上げていこうかなと思います。いや、なんかね、久々の動画すぎてね、何を話したらいいのか緊張しちゃうんですけど、ちょっと出産の話をするとですね、と10月の10日に子供が生まれました。 50g、 3000g、 50cm、 30g、 違う、 50cm、 3000kg、 3000g、 陣痛の時間をね、合わせると33時間ぐらい。陣痛の時間がとにかく長くて痛くて痛くて、子供のおでこが私の骨盤に引っかかってて、なかなかこう降りてこないみたいな感じで、ちょっとね、痛みもプラスされつつ時間がかかるっていう感じだったんですよね。いつなんかギブアップ、帝王切開にしてくださいって言おうかすごい迷ったんだけども、なんとか耐え抜いて普通分娩で産みました。でそれからというものね、1ヶ月間はね、本当になんかあっという間に過ぎていって、なんかとにかく泣いてて大変です。本当に毎日大変で寝不足の日々だったんだけども、最近ようやくね、1ヶ月経ったのでちょっと落ち着いてきて、まあ心にもなんか余裕が出てきたので、ちょっと気分転換に動画をね、再開したいと思います。まあ週1回か2回ぐらい上げられたらいいかな。まずはそっからちょっとね、徐々にペースを前みたいに戻していけたらいいんじゃないかなっていう自分の理想ではあるんですけど、こんな感じでやっていきたいと思いますので、これからもワールドリエタスよろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じのちょっとお話だけの動画になってしまうんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。